デスマスク、本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。調子に乗りやがって、こうなれお前を一番の血祭りにあげてやる。くらえ、赤色冥界派ペガサス流星拳。何あ、ムー、どうして言ったはずです。早々に立ち去らねば死を与えると。本当か？俺たちがもはや用済みだっていうのは本当のことなのか？ムー、へっ、本当だ。ついでにもう一つ教えてやるぜ。ムーはお前らブロンズだけじゃねえ。アテナの命まで我らスペクターに捧げるのだ。なんだと？バカな、出任せを言うな。お前の言うことなんか誰が信じるか。信じるのはお前の勝手だ。だがムーは嫌でもそうしなければならんのだ。あのお方が我らスペクターの味方にいるかい。あのお方だって誰だ、あいつは。バカめ、セイントのひよっこのお前など知る由もない。メイドの切符代わりに教えてやる。よく聞け、聖夜、あのお方の名は。余計な手出しをするな、デスマスク。聖夜の始末は私がつける。聖夜、安らかに眠りなさい。いいですね。待て、ムー、スターライトエクスティンクション。消えた、聖夜の体が。まるで無数の星の光に飲み込まれたように、完全にこの場から消えてしまった。ムーよ、スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。どことおっしゃられても、スターライトエクスティンクションにかけられた者の行く先は死の国以外にありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人、生きたところで死んだところで戦いに対した違いにはならん。デスマスクにアフロディーテよ、はっ、アテナの首を取ってまいれ。ムーはここから一歩も動けん。わかりました、しばらくお待ちください。すぐさまこの場にアテナの首を持ってまいりましょう。お前まだわからぬのか。その二人に剣を向けることは私への反抗になるということが。私もこの白妖球を死んでも守るのが使命と言ったはずです。これがあなたへの反抗というのなら、このムー、意思を持って償いをいたしましょう。だがその前にデスマスクとアフロディーテだけは絶対に許さん。私の手で冥界へ送り返す。それでもかつてはアテナの戦意とか、恥を知れ。ぬくぬくと生を貪っている貴様などに死の世界の恐怖が分かってたまるか。レディーハン。そうはいきます。
君の戦いぶり、このバラが見ていた。レディーハン。そうはいかない。何が何が。くそ。レディーハン。急所は外しておきました。ムーリオ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス君、108人のスペクター全て片付けるまで。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにあのお方の後ろにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモ、以前出会ったことのある人間。まさか。バカな。お前たちまでハーデスの誘惑に負け、アテナを殺しに来たというのか。神、お前たちまで、お前たちまでハーデスの軍門に下り、アテナの命を取りに来たというのか。その通りだ。そこをどけ、ムー。シュラ。
その邪悪な姿で聖剣とは滑稽な。そこをどけ、ムー。レディー、ハン。そうはいかない。無駄です。クリスタルウォーズ、無駄な戦いは避けたいものです。